はい、皆さんこんにちは。今日もやっていきたいと思います。今日はキャンペーンの2をやります。では始めていきましょう。相手のところに潜入して経済を壊してから相手を倒すというのが内容になってました。なるほど。こっちは何も作れなくて忍者部隊だけで行くんですね。忍者に食糧庫まで行かせることができるかもしれません。敵の食糧庫を破壊すれば突破口が開けます。おか、忍者を動かす際は慎重に。見つかって弓を射られたらたやすく倒されてしまいます。足跡を残さず去る。秀吉からのメッセージ。隠密にことを運べ。怒りに左右され、むやみに攻め込むと全てを失う。素晴らしく見通しの良い地点です。こっち側は特に人いませんね。行きます。よいしょ。こっちからならすぐ素晴らしく見通しの良い地点です。どうだろう、背後から回り込めばいいのかな。足跡を残さず去る。あれ、引っかかってるな。静かに。忍者は結構見つかりにくくなってますので、こっそり忍び込めますね。そして、やばい、危なかった。忍者が食糧庫に到着しました。見つかっちゃった。直ちに食糧庫を壊すことができますよ。どっちですかね、勝てるかな。秀吉からのメッセージ。壊した。敵の気を引けるぞ。逃げろ。行きます。城から兵士が出てきました。我らの主力が側面攻撃を受ける前にあの兵士たちを牽制できますよ。攻撃を受けています。僧侶は軽装備の敏捷な兵士で奇襲攻撃に長けています。このままでいいのか。光秀の兵を討ち取るのに役立つでしょう。忍者部隊はもうやばいな。高地の重要性を軽視せず慎重に進め。これないな。素晴らしく見通しの良い地点です。気づかれずに動きます。もう行きます。夜と同じ静けさ。やばいな。ここはやばいぞ。調和が取れています。よいしょ。あなたが指す方向が分かります。敵の分を殺すとなってますね。ご命令に従います。足跡を残さず去る。もう行きます。ダメだ。彼らの命は終わりです。いい戦いでした。これで主力が前進できます。やばいな。覚悟はできています。秀吉からのメッセージ。次はあの城壁を総攻撃せよ。工場塔を使えば城壁を抑えられます。そうですね。工場塔は移動速度は遅いですが強力な飛び道具の攻撃にも耐えられます。よいしょ。ならよし、集結させましょうか。工場塔って確か誰か乗せないといけなかったよね。君主、承知した。侍を乗せるか。乗った状態でどのように。どのように。まだか。設置した後じゃないとダメなんですかね。問題はここに行けるかだな。さよう。動く。よいしょ。ここから弓が当たるかな。どこに塔を設置する。何をお考えですか。標的を記録した。こいつを突っ込ませつつ行くのかな。お呼びですか。食らってますね。将軍。食らってる。隊長。よいしょ。壁まで誘導してくれ。壁まで行こう。王城と前進。そして君主、お主のご命令。強い侍行こう。本当だ、矢に強いですね。よし、侍も行こう。お呼びですか。侍もどんどん行こう。よいしょ。心得た。これでいけるかな。よし。私がどうするんだ。どのように。どうしたらいいんだろう。命令通りに工場塔を運用する。お呼びですか。あれ、工場塔の使い方がわからない。これが問題だな。どこに塔を設置する。ここだ。設置はこれでいいのか。地上。やばい、設置がわからん。いけた。工場塔は待機中だ。命令通りに工場塔を運用する。どうしたらいいんだ。工場塔は待機中だ。たどり着けない。やばい。
やばい、どのように、わからない、どのように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 、生き方がわかりませんね。うん、どのように、どうすんだ。動く侍は移動して、工場等がわからないぞ。壁まで誘導してるよ。工場等は待機中だ。よいしょ、ああどこかな、わからんけど行きましたかね。一致しています。できる範囲で痛みをなくしましょう。よいしょよいしょ、この必要性を認める。命令通りに工場等を運用する。たどり着けない。将軍、まあ、もう一度息ができるかは誰にもわからない。この敵へ向かう。さてこれでいけますかね。その通り、一緒にすると速度が遅いのかな。よいしょ、あ、なんかいけましたね。乗る準備はできている。なんとかいけましたね。秀吉からのメッセージ。光秀、わしから逃れられるか。お前は織田家の恥さらしだ。どんどん言ってますね。名誉ある戦い。よいしょ、爆破準備は完了だ。攻撃を受けています。さてどうでしょう。私か。やばいな、刀は血を知る。どうしよう。さあどうですかね。この次どうするのか。よいしょ、あ、このやつが侍が強くてまだ削れてませんね。よしよし、倒したかな。承知した。では降りて、ボスまで行くだけかな。あとはまだ戦ってる、まだ戦ってますね。名誉ある死を遂げるだろう。雑念は払いました。よし、理解しました。壁設置で階段みたいにして勝手に登ってってくれるんですね。準備しています。まだいる、まだいるぞ。よし、旅を始めます。道を進みます。はいはい、どんどん行きましょう。動く。まず侍をおとりに突っ込ませるか。遅いから。よいしょ、おう参ろう。で総兵をあてがいつつ、もうここ狙いましょうか。足遅いな侍。あ、もう食らってる、食らってる、さよう、もう食らってるよ。結構長いな、まだ食らうな。ここら辺のですね。さようか。ああさよう。侍をここだな。動く。それではどうしようかな侍。よし、もうぶち込むか。ぶち込みましょう。私か。次総兵をあてがうか。どのように奉仕しましょう。彼らの力は強さを装った弱さです。どんな計画ですか。剣士はもう直接狙いましょうか。その犬どもを燃やしましょう。さよう。よいしょ、応戦のままに。敗とかは承知した。こっちに行かせるか。痛ましい損失となる。ここで弓矢を攻撃してもらおう。よし、あんたに従うさ。よいしょ。お呼びですか。牛のように死んでいく。一致しています。あ、まだ生きてるやん。奇跡を思い描いています。これは平和への道ではありません。よしよし、いいね。オノタイが攻め込んでますね。僕は受け入れない。強えな、オノタイ。なんだ、やられた。オノタイの、いや、敵ボスちょっと強いですね。あ、でも全然圧勝だ。全然圧勝ですね。よし、え、総兵のもう、あ、倒した倒した。我らの勝利だ。己の行動を悔やむ時だ。光秀、終わりじゃないのか。勝ちましたね。はい、今回は結構あっけなく終わりましたね。ではこのまま3問いきたいと思います。はい、今回は防御を固めて柴田勝家を追い出すのが目的みたいですね。あ、こっち、これ自分の子だ。秀吉からのメッセージ。
すごいですね。勝家はわしが戻る前に城を落とせると信じておる。どこだろうね。わしを見くびったことをすぐに後悔させてやる。勝家の攻撃から我らの豪族と城をお守りください。そうですね。守れなければこの戦は負けです。こんだけいますね。どっからまず来るのかは分かりませんね。あと資材は自分らでは集められないのかな。今回は集められないみたいですね。なので、家と食料だけちょっと確保しときましょうか。どれぐらい必要かな。とりあえずこんだけ置いときましょう。勝家はどこから来るんだろう。ここの奥は、一応、こっちとこっちか、アップグレードするか。攻撃できるようにしときましょう。ここは石、どうしよう。こっちも鉄をもらえるようにしとくか。物資を送ったぞ。お金もいっぱいありますね。領事館か。必要かどうか分かりませんが、立ててみましょう。よし。問題はどこから攻めてくるからだな。食料かな。ここも一応、来る可能性はあるな。私の戦力を与えとくか。望むように。そしたら違う場所に来るかもしれないですね。でこっちは兵士も作っときましょうか。勝家の軍が近づいています。あ、食らってますね。敵が接近中だぞ。食らってるぞ。ここですね。ここ物資を送ったぞ。ここはもうどうしようもないな。足の速いやつを作らないとまずいですね。はい、最終ですかね。これが最後ですかね。どうだろう。あと1分50秒になりましたね。そうだ、でも少ないな。そんなにいっぱい来るってことないぞ。あと1分半で全部敵が来るのかもしれません。あなたが将軍です。戦闘を行け。まあ何があるのかわからないので、備えましょう。でもあと1分か。はい、あと10秒ですね。で敵の大軍勢が来るのかな。勝家が最終攻撃を仕掛けてきました。ましたね。ここで秀吉を失うわけにはいきません。攻撃を受けています。あ、侍が多いのか。侍がちょっと多いですね、相手。大したことはないな。はい。一番優しいモードだからこんなんですか。あ、でもやっぱ侍は強いな。侍は強いですね。なかなか倒せない。引っかかってますね。引っかかっても問題はなさそうだ。よいしょ。これで終わりかな。まだこっち側にいますね。ああ、こいつらか。長いんで少し行っときましょうか。秀吉からのメッセージ。間に合ったな。さあ、勝家をこの地から追い出すぞ。よいしょ。はい、終わりましたね。まあ、大して難しくはなかった感じですね。しっかり防御祭固めとけば余裕でした。よいしょ。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。